こんにちは、マイベストコスメ担当の相良です。私はコスメの編集部員として今まで約500商品を比較検証してきました。普段はパーソナルカラーやその日の気分に合わせてメイクを変えるのが好きです。今回はクマを隠すコンシーラー19商品を徹底比較しました。その中からおすすめの商品4つを紹介していきます。それでは早速いきましょう。まずリキッドタイプのおすすめはこちら、ジャセムカバーパーフェクションチップコンシーラーです。今回はクマのカバー力、落ちにくさ、テクスチャの3つの観点から検証を行いました。カバー力が高くてテクスチャがかなり軽めで伸びが良くてベタつかないのが嬉しいポイントです。クマをカバーする用のカラーだけでも6色あるので、自分のクマの濃さだったり肌の色に合わせてぴったりのカラーが選べますよ。これはサイズがちっちゃめでチップも結構コンパクトなので、目元に塗りやすいサイズ感なんじゃないかなと思います。カバー力の検証では薄いクマをしっかりカバーして濃いクマもかなり目立ちにくくなったので、十分なカバー力があるのではないでしょうか。これは検証の結果には入れてないんですけど、この口の部分がコンシーラーの液が溜まりやすくて汚れやすいのがちょっと惜しいなってところです。続いてクリームタイプでおすすめなのがこちら、コスメデコルテのトーンパーフェクティングパレットです。この商品はニキビを隠すコンシーラーやシミを隠すコンシーラーの比較でも優秀でした。カバー力が高くて汗や摩擦にも強いのが特徴です。このパレットには青クマのカバーに適しているオレンジベージュやライトベージュ、ハイライトカラーが入っています。それぞれの色を混ぜて自分のクマの色や肌の色に合わせて絶妙なカラーを作れるのがポイントです。コンシーラーでクマをカバーした後にハイライトカラーをちょっと上から重ねることで光が反射してクマがさらに目立ちにくくなります。カバー力が高くて薄い青クマもしっかりカバーできて、濃い青クマもかなり目立ちにくくなりました。テクスチャはクリームタイプの中では軽めでサラサラしていてベタつかないし、かつすごく密着力もあるので扱いやすくていいなって思います。使う人の好みの問題ですが、色をブレンドしたり重ねたりと手間をかけてカバーするのが面倒だなと思う人には向いてないかもしれないですが、丁寧にクマや他の肌悩みをカバーしたいなっていう人にはおすすめの商品です。欲しい、買おうかな。やっぱ次はスティックタイプのおすすめ、こちらローラメルシェのシークレットカモフラージュブライト&コレクトデュオです。実は私も愛用しています。この商品はカバー力が高く落ちにくさの検証は満点評価でした。汗や摩擦で崩れにくいのが魅力です。こちらの商品はデュアルタイプになっていて、こっちが暗い方のカラーで明るい方のカラーの2色が入っています。色は暗い方のカラーを塗った後に後から明るい方のカラーを重ねるのがおすすめです。カバー力の検証では薄いクマはほぼ完璧にカバーして、濃いクマもだいぶ目立ちにくくなりました。この商品のすごい推しポイントは、スティックタイプのコンシーラーは結構ベタつきやすくて重いテクスチャのものが多いんですけど、サラサラとした軽い仕上がりなので目元に塗っても重たさが気にならないのではないでしょうか。個人的に毎日使っていて思うのは、すごいいい商品なんですけど、キャップがちょっと硬いのと繰り出し部分もちょっと硬いので、そこだけ毎朝硬いなって思いながら使ってます。いいな、やっぱこれ。最後はちょっと変わったパウダータイプの商品をご紹介します。ポーラのディエムクルールカラーブレンドパウダーコンシーラーです。この商品はカバー力はほとんどなく、肌をちょっと補正してくれる程度だったんですが、落ちにくさの検証は満点評価でした。すごいサラサラとしているのでベタつきも残りにくくて、テクスチャの評価もまずまずでした。このパレットはコンシーラー兼チークになるので、右側がチークカラーで左部分がコンシーラーカラーになってます。広い面を塗るときはこの大きめのブラシで、ピンポイントでカバーしたいときはこのチップを使ってこうぐるーっとパウダーを取って肌にのせていきます。カバー力はほとんどなくて、フェイスパウダーのような仕上がりなので、しっかりカバーしたい人向けというよりかは、目元のくすみとか、あとはちょっとクマとは違うんですけど、肌の赤みとかのトーンを整えたい人に向けた商品です。まとめると、コスパのいい商品を探している人はザセムのリキッドコンシーラー、色をブレンドしたりして丁寧にカバーしたい人はコスメデコルテのクリームのパレット、さらっとした仕上がり、軽めの仕上がりが好きな人はローラメルシェのスティック。カバー力はそんなに必要ではなくて、ちょっとトーンを整えたいな程度の人はコーラのパウダーがおすすめです。今回検証してて思ったのが、シミのカバーやニキビのカバーも同時に検証を行ったんですけど、青クマのカバーが一番難しいし、完全にカバーしきれないんだなっていうのをちょっと思いました。青クマは生活習慣で少し改善ができるところなので、お風呂に浸かったりとか、睡眠不足にならないようにたくさん寝たりとかして、コンシーラーでカバーしつつもご自身の生活習慣も整えていくのがベストかなと思いました。以上4点紹介してきました。いかがだったでしょうか？この動画がいいなと思った方はチャンネル登録やグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。